今日は来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。何さんですか？やばい、やばいよな、もうこの振り方。僕らはジーピットチャンネルっていうチャンネルをやってるケントです。ショウです。ジーピットってどういう意味なんですか？ジーピットっていうのは株式会社ジーピットっていう会社で、トランスジェンダーのトータルサポート会社っていうのをやってるんですけど、僕らもともともっと女性で、性転換して男性になった。そやもうさ、全然信じられないんですけど、絶対嘘ついてるよね。男性にしてる。ほんまはそうやってビジネスするために男性やったけど、悪い悪い。 FTM の方って何人か会ったことあるけど、やっぱりちょっと肌質がちょっと女性やなって感じたりすることもあったけど、そんなことないですよね。結構前にやったんですか？男性歴11年ぐらいです。俺オカマ歴何年やろ？何の話？それも12年ぐらい。12年、じゃあ結構年なんですか？今年どういうこと？僕が36です。僕は今年4です。若く見えるのかな？若く見えるかもしれないけど、周りだからの男性にしか見えへんから、もう分からへんねんけど。それはめちゃくちゃ女性やってたよね。やってましたね。どんな女性やってたんですか？三つ編みとか、そうそうできる。セーラー服だし、Cカップだし。当時としてはない方がいいもんなんですか？ない方がやっぱ。あ、そうなんや。もう忌々しいものって感じだったね。自分の体に対してさ、忌々しいものって感じる感覚って分からへんからさ、俺自分の体全部好き。特にどこが好き？特にチンコが好き。言わないって言ってたんだよ。そう、タイのバンコクに性転換する人ってすごい多いんですよ、うん、日本人が。国内でやらないんですか？ちょっとタブー化されてて、1960年代ぐらいにブルーボーイ事件っていうのがあって、性転換をした医師が有罪で判決で捕まっちゃった事件があるんですよ。え、日本でですか？日本でで、元々こうなんか娼婦を作るためのっていう商売向けに性転換やってたっていうのがあって、あ、だから心は別に違うことないのに商売をするために性転換をさせたじゃないかっていう疑惑だ。あ、そうですそうですね。実際は多分本当に女性になりたいっていう人たちを手術してたと思うんですけど、うん、でもちゃんと死んだわけでないよねみたいなことで捕まっちゃって、そこからタブー化されて、なんか闇のやばい手術みたいな感じになっちゃったんです。え、日本ではやってないんですか？あ、やってます。あ、一応やってはいるんですか？それはもう本当に2000年超えてからとか、1990年後半ぐらいから。最近の感じがするよね、2000年となると。そうできるようになってきて、ちょっと技術が上がってきて、でもタイの賞レースに比べたら全然。技術も向こうの方が高い。で、物価安いから3分の1ぐらいの手術代で。前さ、カナタイムさんとコラボした時に、うん、精神面の話をより聞いたかなと思うんです。せっかくやったら具体的によく性転換について聞けたらなと思ってて、はいはいはい、男性の女性になる性転換は、要はチンチン着て、うん、マンマン作るなんて言ったらいいの？女性器を形成するっていうのは知ってるんですよ。でも男性になるっていうのはどういうことになる？子宮取ってチンチン作るってことなんですか？そうなんですけど、僕らついてなくて。あ、ついてないんですか？ついてないんですよ。それはついてなくても性転換という扱いには法的にはなるんですか？なるんですよ。女性から男性の場合はなる。あ、そうか。男性から女性の場合は取らんとあかん。そうですね。外観を備えてるっていう条件がある。男性から女性に変わるときに、女性っぽい性器の形、質がなくても穴がなくても外観はまんまだったら大丈夫。そう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 、そういうことなんだ。ホルモン注射するとクリトリスが肥大するんですよ。生物学的には男性のペニスと女性のクリトリスと同じものらしくて、肥大してきて結構大きくなってきて、それが外観備えてますよになるみたいな。何センチ以上でペニス認定みたいな。特に決まってないんですけど、でも測られるよね。分娩台とか生まれて初めて乗るんですけど、定規のカチカチカチみたいなやつね。測られる。根元から先端まで測られる。ちょっとですけど、ね、なんか勃起とかするんですか？しますします。勃起させてくださいみたいな。勃起させてくださいみたいな。勃起させてくださいみたいな。そんな指示ないでしょ。させてください。え、それはどういうこと？その病院で性転換しましたで、日本に戻ってきて性転換しました、クリちゃん大きくなってますよホルモン注射で、それなんて市役所で測られるの？どこで測られるの？市役所で測ってだってどういうこと？大問題だよ。
書面増し役所とかでしょ、なんか役所でしょ。そうそう、なんか一般的な流れみたいなのがあって、うん、最初まず診断書を取んなきゃいけないんですよ、うん、性同一性障害診断されました精神科で、その後に手術なんですけど、胸取って子宮卵巣を摘出して、でその間にどこかでホルモン注射スタートするんですよ、手術の前に。これ順番逆の人もいるんですよ、うん、ホルモン注射やって肥大します。でその過程で手術前に産婦人科行ってチェックしなきゃいけないとか、うん、戸籍変更前に産婦人科行ってチェックして、この書類もらってから戸籍変更提出するとか、ちょこちょこ婦人科チェックとか挟まってて、 その合間で結構分娩台乗ることが。クリちゃん入れてやるんですか、チェックする。でも人によると思うけど、翔ちゃんはなんかトレーニングしてる、はい、これ翔ちゃん喋った方がいい。どういうこと。世間一般的に使われてるかちょっと分かんないんですけど、ニップルサッカーっていう乳首を引っ張る。この間大人のデパート行った時にあったわそれ、乳首、うん、そしたらこう長くなっていく引っ張るやつ。そうですそうです、うん、それを使って吸引するんですよ、うんうん、そうすると大きくなる。筋トレって言ってるんですけど、そうですね、あー、筋トレもこれぐらいの。すごいね、そういう意味ではおちんちんなんだね、おくりくりも中に入ってんだって俺も筋トレするよ、お風呂から出てきて鏡の前で全裸に立ってこうやってちょっと万抜きでなんだちそんなでかいのサイズだね、3つはなんであんたそんな、なんかマント取ってるのちんちん作るっていうのはないんですか。それは別にあるんですか。これは次の第3ステップっていう手術なんですけど、うん、ここに行く人は全体の 5% 未満ぐらいだね。性転換してる人の中でも作る人は 3% とか 5%、 もう 5% もいないね。いないですね。すごい少ないんですけど、別にだってしなくても性転換はできるから、見栄えとして欲しいっていう、まあ、整形的なこう自分の精神を満足させるためのもの。そうですね、うん、だと思います。これいくつかあるんですけど方法は、うん、ももから取るとかお腹から取るとか、ふくらみ肉をあるんですけど、腕が一番いいって言われてて、毛細血管があるから神経が凝りやすいっていうことで、腕にストローみたいなシリコンチューブを入れとくんですよ、半年間で。そうすると半年間そこがまあピアスの穴みたいなイメージで穴開くから、半年間抜くとそこに水が通るようになるんですね。でそこを取って切ってちくわみたいなイメージです。ちゃんとケアしてないと炎症起こしちゃったりして、出荷しちゃうから結構大変なんですけど、ちくわを取ってで、女性の尿道って下向きなんで、男性前向きだから、その向きを延長してそこにブッキングする感じ。クリちゃんの神経を気筒の先頭に行けて覆いかぶせるみたいな感じだと思います、肉自体は。それは立つんですか。はい、肥大とか勃起しないから、そういうのもあってあんまりつける人が少ない。なるほど。太ももももちろんできないし、結構尿漏れとか炎症が起きちゃって次逆の手でやるとかも結構あって、リスクが高いし料金も高いから 200-300 万ぐらいする。大変だからやる人が少ない。傷残るのもちょっとね、結構ただれてる感じで、やけど跡っぽい感じが目立っちゃうんですよね。やっぱ本人気にしちゃうから、みんな隠してたりとかするんですけど。どうなんですか、でも欲しいもんなんですか。欲しいか欲しくないかって言うと、めちゃくちゃ欲しいけど、精神的に乗り越えたよね、そこ。例えば温泉とかはどうしてるんかな。ついてないわけじゃないですか、はいはい、なんかあれとか言われたり、やっぱドキドキするけど誰も見てないんだよね、うん、だからタオルで本当にちょんって隠していく。お風呂入る時の足の角度超うまくなった体洗う時とか後ろ通られちゃうと上から見えちゃうんで、ここにタオル引いてとか、うん、自分なりに工夫して。毛がすごいしね。そうですね。えここもちゃんと生えたりするんですか。生えてます。それは嬉しいんですか、生えてきたら。僕は嬉しいですけど。最近の脱毛をする男ども、はいはいはい、なんでもったいないバカなことをしてるんだといつも思ってるだって俺エロサイトで毛深いっていうジャンルも見るもん会社の内容をそこまで聞けてなかったんだけども、性転換する人が相談をして、例えばここの病院がいいですよとか、そういうのを紹介するとかですか。そうです。手術をしたくないってトランスジェンダーもいっぱいいるんですよ。性健康まで望んでないとか、そもそもホルモン注射もしたくないっていう子もいっぱいいるから、そういう人たちも含めて無料相談っていうのやってて、 NPO 法人みたいな感じで活動してるんですけど、うちに相談来る人で手術行く人って2割ぐらい、8割ぐらい無料相談で。女性だけですか、それは受けてつけてるのは。両方です。両方、男性が女性になりたいパターンも受けつけてる。で、好きなのは男性ですか、女性ですか。女性だったんですけど、性転換してからパンセクだなってことに気づいて、それ性転換しなかったら気づかなかったと思うんですけど、当時その女子時代は女子に見られるじゃないですか。
男性とお付き合いしてみて、まあ、それこそこうちょっとあれかもしれない、セックスしたら処女を捨てたら自分のこのトランスジェンダーの感覚が戻るんじゃないかと思って、女性として行きたいと思ってたんですよ。で一回付き合ってみてすごいいい人だったんですけど、でいざセックスってなっててやってみようと思ったんですけど、その時も拒絶反応すごくて気持ち悪いと思っちゃって、あもう男性無理だなって思ってたんですけど、性転換して男性になった時に2丁目とか行くじゃないですか、うん、ゲイの人にゲイだと思われる。えパンセクシャルっていうことはゲイとかだけじゃなくて自分と同じ FTM の人も好きになるってこと？あいけると思います。おだからそのノンケメンズとかは無理だな。なるほどなるほど。その性自認が揺らぐというか、性自認ベースですね。複雑。男って見てくれれば大丈夫っていうか。僕も一緒ですね、うん。今までお付き合いした人はどういう人がいるんですか？僕はでも割とボーイッシュ系の人が多いかもしれないです、ね、女性のボーイッシュな。そうですね、女の子っていうのはあんまり好きではない。なんか意外、それがなんか勝手な思い込みで、うん、絶対めっちゃ女の子が好きなんじゃないかって勝手な思い込みだった、うん、なんかちょっと新しいね。でも確かに今その性自認ベースっていうのは納得したわ。その自分が男として見られるかどうかっていうだけの問題なんだっていうのが、うん、なるほどなと思ったわ。すごい社会の中でも LGBTQ めっちゃ言うようになったじゃないですか、うん、それはなんかどんな風に見てます？いい感じですか、それともちょっとやりすぎだなと思ったりするんですか？あ両面ありますね、うん、でもいいことだと思います。結果的に昔に比べるともう運命の差で、特に僕らトランス業界なんでトランスジェンダーの中ではすごく良くなったと思います。なんか僕が見てると、まあ、自分も一応 G になるんやけども、なんかそんなに声を上げてないのになんか変なところが配慮されて、うんうんうん、ほんでそれによって今まで普通とされてたものがちょっとこう使いづらくなって、うん、また LGBT がもういろいろ要求ばっかりしてくるわみたいに思う人がなんか増えてきてるのがちょっとうーんって思ってんで、別に求めてなかったけどなっていう腫れ物に触るみたいな感じもあるじゃないですか。そうそうそう、みんな傷ついちゃうから配慮しなきゃみたいな、より壁を作っちゃってる感じはあるけど、うん、トランスだけで言うと19年前かなにはもう戸籍変更とかできなかったんで日本で、何をしてもホルモン注射しても手術しても戸籍を変えるってことができなかったのができるようになったっていう、そういう前進はいいと思うんですけど、あ、まあ、条件はちょっと厳しいかなとは思ってて、まあ、なんか両面あるかなって感じですね、うん、最近オリンピックとかで、うんうん、トランスの方が出ることに対してめっちゃ批判されるじゃない。あれ俺でもね、いろいろ結構考えるんだけど、うん、要は性転換をして女性として出る男性が、まあ、逆のパターンもあるのかもしれないけど、そうは言ってもホルモン注射をしたとしてもやっぱ骨格が違ったりとか、うん、そういうもので力の差がどうしても出るんじゃないかっていうので、それはフェアなんじゃないかみたいなことで言われるわけじゃないですか。であれを俺何とも言えないというか、そうなんですね。我々うちにやっぱ問い合わせいっぱい来ますよ。あやっぱ来る、来ます来ます。やっぱトランスどう思ってるんですかとか、心は女だからと言って女子トイレに入る件についてどうなんだ、心は女だからと言って体も変えんとそのまま女性のスポーツに出てるやつがおるとか、まあ、自分はその当事者じゃないっていうのもあって分からへんのですよ。結論から言うと答えないですよね。やっぱ賛否両論ある通りそのままだと思うんですけど、僕個人的な意見としてはオリンピック側だってルールだとかそのアンフェアになるってこと十分分かってると思うんですよ、うん、でもあの人たち何取ったかやっぱり差別をしないってことを取ったなと思ってて、僕はいい選択だと思ってるんですけど、もう細かいこと言ったら競技によって全然違うじゃないですか。そんなこと言ったら競技別に決めていけばまた別の話が出るしって、もうキリがないことって分かってるから、ここで線引きができたことは僕はいいこと、まあ、パッと見僕ら当事者から見てもいやどう見てもずるいよねとか、うん、リーチめっちゃ長いよねとか、そう格闘技とかさ MTM の選手とかこれ強いよ絶対みたいな。条件はホルモン注射をして男性から女性になってるっていうのはもう他も取ってるっていう条件はあるんだ。あると思います。だからそこの基準をちゃんと設けていることを公表はしてるんかもしれないけど、もっと発信もしたらいいのかなと思った。女子バスケとか見ててもさ、アメリカと決勝とか行ってたけど2メーターとかあるともうもはや人種とかの違いで骨格とかの違いでなんか性別分類の話じゃないよなって、何がアンフェアなのかフェアなのか分かんないよなと思いながらいつも答えを出せずにはいるんですけど、私たちから見るとそれで国別で競い合ってるってのもなんかすごいナショナリズムの感じやなと思うんで、なんか別に自分らはロシアも日本もなんか別に、まあ、日本応援ロシアも応援するけどみたいな感じやけど、そうじゃなくて頑張ってる人やったら別にカナダ人も応援したいし、頑張ってる人やったらアメリカ人も応援したいし、別に誰でも応援したいんやけど、それでロシアの映像とか見てもロシア
しや、はい、よしや、ってやってんのよ、あいつら。日本も、日本、日本あれなんか嫌やと思うのよな、僕は。なんか、だから分かったから、もうスポーツも、一番楽しそうやったやつを1位にする。それいい。もうだからみんな、もうゴールするときは、いやめっちゃ、やるようになるよ、そうさ、演技になっちゃうよ。一番笑顔ね。はい、私たちGPIT チャンネルさんの方にもね出させていただいてますので、概要欄の方に貼っておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。またね、ボタンを忘れずに。はーい、はーいって俺が言うの